入山アンナは日本のアイドル、YouTuber であり、女性アイドルグループ AKB48 チーム A のメンバーである。愛称は、アンニン、千葉県出身。太田プロダクション所属。2010年3月、AKB48 第10期研究生オーディションに合格し、6月22日に劇場デビュー。2011年7月23日。 AKB48 コンサートよっしゃあ行くぞ。インセーブドームの2日目の公演において研究生からチーム4への昇格が発表される。12月17日、加藤玲奈、前田亜美と共に香港、西急流中心で開催された握手会イベントに参加。2012年3月25日、コンサート、業務連絡。頼むぞ、片山部長。 インサイタはスーパーアリーナの3日目の公演において、当時のところ属事務所であったアクスから大田プロダクションへの移籍打診があったことが発表され、5月に正式移籍する。3月27日、ワシントン DC で開催された全米桜祭りのイベント、日本の元気をアピールしたい。において、ヘビーローテーションの前田敦子ポジションを務めた。 5月2日から5月14日、AKB48 ネサルテレビの企画で撮影した写真作品が第86回国展写真部入選を果たし、同じく入選となった竹内美優と共に国立新美術館に作品が展示される。5月23日発売のニシックススシングル、真夏のサウンズフットで初めてシングル表題曲の選抜メンバー入りすることが3月24日に 開催されたコンサート業務連絡頼むぞ片山部長インサイタマスーパーアリーナの2日目の公演において発表される8月24日に開催された AKB48 イン東京ドーム1830メートルの夢初日公演においてチーム再編に伴うチーム A への移動とチーム4の消滅が発表される 9月24日に放送の豪華秋の歌祭りへイ、へイ、へイ、お台場から生放送スペシャルにかわいりな加藤玲奈との3人のユニットアンリレとして出演し10月17日発売の行きちな島スカレードを指し莉いのウィズアンリレとして4人で初披露する11月1日チーム A に移動11月2日 チーム A ウェイティング公演のスターティングメンバーとして、新チームでの活動を開始する。2013年5月21日から6月7日に、かけて投票が実施された、a k b 4 8三セカンドシングル、選抜総選挙で30位となり、アンダーガールズに選出される。2014年5月25日、岩手県滝沢市の岩手産業文化センターで開催された、 握手会で刃物を持った暴漢に襲われ、右手の指の裂傷と骨折、頭部の裂傷の怪我を負う。この事件では、川ワとスタッフ1名も負傷した。詳細については、AKB48 握手会障害事件を参照。6月30日、事件後初めて AKB48 劇場の講演開始前の MG に登場する。 5月20日から6月6日にかけて投票が実施された a k b 4 8ンセブンスシングル選抜総選挙で20位となりアンダーガールズに選出される6月7日の開票イベントは怪我の療養中のため欠席していたが電話を通じてコメントした7月5日公開の映画青鬼で映画初出演にして初主演を務める9月1日から5日放送のドラマ 結婚させてください。エピソード3、愛とトマトにて、初めてドラマの主演を務める。11月12日発売のピーチジョンのカタログ、ピーチジョン2014ウィンターボリューム91で、初めて下着モデルを務める。2015年2月13日、入山の生誕祭が行われたチーム A、恋愛禁止条例公演で、9ヶ月ぶりに、劇場公演に復帰する。 2016年5月31日から6月18日にかけて投票が実施された AKB4845 スシングル選抜総選挙に2年ぶりに立候補して18位となりアンダーガールズに選出される2017年3月22日にファーストソロ写真集美しい罪を発売 12月22日発売の美容雑誌、ボーチェ2018年2月号より、同誌のレギュラーモデルを務める。2018年3月10日に行われた AKB48 グループセンター試験において、メキシコの新テレビドラマシリーズ、ライクに日本人キャストとして出演するため、4月から1年間、メキシコに留学することが発表された。 4月1日に埼玉スーパーアリーナで開催された出発前最後のコンサートとなる AKB48 単独コンサートジャーバージャって何に出演し夜公演のアンコールでは入山の総公開が行われたその後1年間の予定であった留学期間を終えた後もメキシコを拠点とした活動を継続2019年4月12日に YouTube に 個人チャンネルをオープンした。2020年3月頃より、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、日本に帰国中。落ち着いた雰囲気と整った顔立ち、目力の強さが特徴であり、クールビューティーと称される。そのようなクールなイメージの一方で、横山由衣によれば、クールに見えるが、実は、なかなかのポンコツで、腹筋を割ろうとして、なぜか、首を痛めるほか、 天然な一面もあるという。また、やる気がないという印象で見受けられることもあるが、入山と舞台で共演した、拓馬高行は1ヶ月間の稽古前のトレーニングや一人で、発声練習をするなど努力を重ねていたことから、根性はあると評価している。好きな食べ物は、お母さんのコロッケ、いちご。入山曰く、キャッチフレーズは口実の通りく歴史であるが、いちごは本当に好きである。 またニックネームは、アンニンだが、アンニン豆腐は苦手としている。特には、フルートの演奏。映画が好きで、洋画を見ることが多く、特に1980年代のフランス映画を好み、ローマの休日のオードリー・ヘプバーンと、アリス・イン・ワンダーランドの宮和志コースカ、スイミングプールのリュディ・ビーヌサニエ、バイオハザードのミラ・ジョボビッチといった、憧れている、映画ヒロインのコスプレを披露したり、 あまり見に行かないジャンルのアメコミ映画のデッドプールを映画館で見て楽しかったと発言している。日本映画ではそこのみにて光り輝くなどで知られるゴミホ監督作品のファンである。また映画のサントラを聴くのも好きでアバウトタイム、愛おしい時間についてやララランドは作品も好きでサントラもよく聴く。将来の目標は女優になること。 2013年4月20日放送分、めちゃにいけてる。の、スペシャル番組、国立めちゃの水女子大学付属第48、高等学校期末テストに出演し1位を獲得。昔から覚えるのは得意としている。基本的に、先輩後輩問わず、安人と呼ばれるが、先輩の大谷静香からは、イリアンちゃんと呼ばれ、横山ゆいからは、安ちゃんと呼ばれることがある。 2011年時点でのキャッチフレーズは、いちごの国からこんにちは。あなたのハートをラブズキュン。永遠の15歳、中学3年生の入山アンナデスであったが、後に黒歴史としている。親しい AKB48 のメンバーは、横山由りや木しわのほか、元メンバーでは、小林まりな、河江リナ井里奈木崎ゆりや、安倍マリアちなみに入山は、 初期アンダーの頃からの横山ゆいのファンであり、時折話のネタにされることもある。入山は好きすぎるあまり、横山をゆいちゃんさんと呼んでいた時期があり、話しかけることもなかなかできず、他の同期に好きって言っといて伝言を頼んでいた。入山によると、ゆいファンと呼んだり仲良しになったのはマジスカ4の時で、河合いりや木崎ゆりアがゆいファンと呼んでいたため、 横山がいない時に自分もそう読んでいたらいつの間にか読んでいたらしい。産 k プラスの AKB の届けたい言葉でも横山を好きな人と言って扱っていた。ここにいたことに収録1830メートルに収録次の足跡に収録。ここがロドスだ、ここで飛べ。に収録0と1の間に収録サムネイルに収録僕たちは あの日の夜明けを知っている2収録シングル、初恋は実らない、シングル、行きちなしますカレード配信限定楽曲研究生、シアターの女神公演チーム B5 ステージ、シアターの女神チーム K6 ステージ、リセットチーム A6 ステージ、目撃者、オーバーチーム4、僕の太陽公演、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演高橋チーム A、 恋愛禁止条例公演チーム A7 ステージ MT に捧ぐサムネイル公演ライクありがとうございます